ちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成級シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。今回は7位のテスト鹿児島との対戦ですね。日程見ると5戦連続の4戦目になります。今のところ1勝2敗。N1 3年目なのでしっかり取っていきたいところです。ているんですが、正直安心できないというか、本当に勝てるのかなという気持ちがあります。ピンチです。クスノセか、キーパーがしっかりキャッチしてればよかったんですが、前に蹴ってしまったところを突かれました。クルミライス、さあマナミへセンタリング、ちょっとこれ無理がある。シュート、意外、ミドルに渡ったが、ここが取られました。さあ、うまい。さあ、速攻を、速攻だ、速攻大事です。さあ、ミドルに渡った。もう一度。でも、ミドルの積極的な攻めは良かったです。危ない。モエが外に出しましたね。結構苦しい流れです。さあクロイッツァー、おーっとこれはちょっと気になるぞ。月島にクライス、そうですね、クルミに直接一旦渡して、クルミが早いんですよ。もう自分で持っていってもいいぐらい。さあセンタリングは、おっとこれは誰も上がってこれなかった。さあクルミ当たったが、これはちょっと遠いし弱い。もう一度クルミ、サークが自分でクロイッツァーに止められてしまった。さあ今度はクライス、ちょっと脚力落ちてる、なんかとなくアイドルから脚力が弱いのかな。ちょっとサラサーテ、これはパンチングです。まどかストイ出します。さあピンチが訪れます。ここは夏希直接キャッチ。残り3分。美穂、さあここちょっと守備が手薄いが、ノーホイッスル、これ前半終了です。さあ美雪が疲れてます。早くにするか、用意するか、ジャネットにするか。ジャネットにかけてみましょう。
は夏木がキャッチですね。なかなかチャンスはいくつかあるんですが決めきれません。逆にピンチ、おーっとやばい、危ない、萌えがここはうまく返した。さあ7個クラリス、萌えが疲れてますね。クラリスはちょっと脚力に不安があるので、ここは幸子を攻撃してみるか。逆にキーパーと、逆にキーパー越えてシュート打ってもよかったかもね。さあ奈々子が頑張りますが、ここ相手も戻ってきたから越えましたね。おっと、これが気をつけないといけないところです。さあ来たぞ。相手にボールを取られるシーンが多い。さあ残り20分余りになりました。ノンホイッスルですね。これがパッとしないですね。さあクルミ渡った、シュート、クロイツァーが硬いです。とにかくさあ代打ヒラリーだ。ヒラリーからクルミ決まった、同点、お見事。ふわっとヒラリーが入れまして、クルミが決めました。クロイツァーふわっとヒラリーのクルミを、クルミを、さあ同点、ここから勝ち越しだ。さあ長い、ちょっと気をつけろ。さあ守備がちょっと迷ってます。さあクルミに渡った、落ち着いて決めてほしい。決まった、勝ち越し、逆転劇。さすがこれエースストライカーのくるみです。しっかりキーパーの横を抜けていきました。向かい方です。エリザベスに抜けられる。夏木がキャッチ。もうアディショナルタイムは1分。試合終了です。逆転勝利。大きい。さあ、前半6。いきなりこれ決められてしまいます。これキーパーが不用に前に蹴ったところを、相手に取られて、薄いに取られてしまいました。それから何度もチャンスは緑作るんですが、決め手です。ここは結構危なかった。これですね、やっぱりクルミがシュートじゃなくて上げたんですけど、ここか。さっきのクルミのセンタリングなんか上げる相手がいないから無理できないはずなんですけどね。狙いがいいよな。さあここ不良にやばかった、萌えがはカバーしました。そして後半32分、ヒラリーがこのふわっと上げたのは良かったですよね。窓から緑、そしてヒラリーへ、ヒラリー、そしてクルミがしっかり決めました。その7分後、クルミに7個がスーパースサイドは落ち着いて決めましたね。これの方がクルミいいですよね。
ぱりパスしたりするよりもドリブルでしっかり抜けて決めていった方がいい結果が出ます。すごいな、シュート本数両方とも2本、枠内は我がクラーカリバース9本、相手の佐世保じゃない、あの鹿児島もキャスト鹿児島も7本ですからね。ボール支配率 50%、 熱戦、ゴール前の攻防が目まぐるしい熱戦だったと思います。これで2勝2敗5位に上がりました。すごいですね、リバッセ大阪は 4戦4勝、キャピタル東京も引き分け1回以外は全部勝ってます。一方、下位チームは富山ミラージュと高知シマントス。富山ミラージュも高知シマントスも上がったチームなんですが、やっぱり低迷しますよね。そっちですと鹿児島は頑張ってますよね。ありがたいことです。さあ、補強選手を見てみましょう。まずはステップ、ていかねばなりません。さあ、次は、キャピタル東京ですね。5連戦の最終戦ふさわしい相手だと思います。なんとか勝っていきたいですよね。キャピタル東京、リマッセ大阪と大一番が続きます。頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。ぜひぜひ気に入りましたらチャンネル登録、高評価、また説明欄に記載してますですね、リンクなど登録もよろしくお願いいたします。プレイリストか、はい、では次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。